おはようございま す。ラブ川崎始まりました。はい、2月ももう末ですね、うん、25日ですか、はい、ということは3月の3日ひな祭りも近いですね、うん、本当ですね。下本さん、なんか思い出とかありますか？もう今年も女の子ですから。そうですよ、女の子のお祭りですからね今年もね、あの実家にはひな人形飾ったよっていう連絡が来たんですけど。あ、そうですか。あの人形がね、ちょっと若干髪の毛がふわってしてて。なんでなんで？あの私が子供の頃遊びすぎて髪の毛がパサパサになってる。リカちゃん人形みたいな感じでお雛様の。そうです、人形を使っておままごとしちゃったんです ね。 そうね、母親にすごい怒られた記憶があります。いや、それはそうでしょう。大事なものですから、代々ね伝わるものですからちょっとブローしてあげてください。はい、ちょっと今度帰ったら丁寧にトリートメントしようと思います。そうですね、わかりました。さあ、今週も参りましょう。ラブ川崎スタートです。さあ、今週も皆さんのグッとくる情報をお伝えしていきたいと思います。はい、とその前に、僕らの前にね、はいはい、そうなんですよ、たくさんのね、うん、おはがきが毎週毎週ね、ありがとうございます。届くんです、本当に皆さん送っていただいてありがとうございます、本当に。ちょっと今日はね、何通か、はい、ご紹介しましょうかね。はい、ではまずここ一枚ありますよ、はい、横浜市の安田さん、ありがとうございます。川崎の古墳に行こう、その回ですね、うん、古墳の回ありましたよね。はい、西福寺古墳、川崎にも古墳があるのを知りました、うんうん、しかもたくさんあるのも、うん、今年もラブ川崎楽しみにしておりますと。ありがとうございます。あつみさんが楽しくねリポートしてましたもんね。そうですね、いや僕も知らなかったですよ、うん、まさか川崎に古墳があるなんて。確かにね、びっくりしましたよね。もう一通読めますかね。はい、はい、藤沢市の斉藤さんからいただきました、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。いつも楽しく拝見しています、はい、テレビを見ているとあーお出かけしたいと思わず言っていますということで、斉藤さん最高それなんですよ、そのお出かけなる、お出かけをしたくなるような情報をお届けするのがこのラブ川崎という番組ですから、はい、そういうことですね、今日も行きましょうよ、はい、それでは行きましょうか今回のテーマはこちらです。今回はプリプリの食感がたまらない中華料理の定番、川崎の餃子をご紹介します。おいしい餃子召し上がれ。おはようございます、菅井真彩です。さて、今回は川崎の名物餃子と餃子味噌をご紹介します、はい、お二人は餃子好きですか？どうですか？大好きですいただきました。すげー食べますさんどうですか？すごい食べてますね。でも以前ね、厚美さんがリポートしてましたけど、はい、川崎はね、餃子味噌っていうのがね、うん、結構有名なんですよ、うん、よくご存知で、さすがその通りです、はいはい、川崎の美味しい餃子と餃子味噌をご紹介します、うん、美味しい餃子を求めてやってきたのがラーメン新生宮前店。餃子を語る上で欠かせない川崎餃子舗の会の副会長のお店です。餃子お待ち遠さまでした。はい、ありがとうございます。すごいいい香り、美味しそう。いや餃子だね。川崎で、まあ、餃子のお店が多いっていうのはなんでなんですか？やっぱり安くてボリュームがあるっていうので中華がすごく栄えたんだというふうに思います。中華料理といえば餃子ということで、まあ、川崎の人たちにはこの餃子というのが人気になったんですね。そうですね、うん。さあ、そしてですね、こちら今餃子が焼き上がったんですけれども、こちらが川崎餃子味噌、味噌を使った餃子の食べ方はもう皆さんご存知ですよね。餃子味噌が7、こちらが7ですね、はい、はい、お酢が2、お酢が2、ラー油が1。お、なるほど。っていう黄金比がありまして、はい、これが美味しく食べる黄金比になってます。7対2対1ですね、うん、そうなんです、はい、黄金比からお好みでラー油やお酢を多く入れても大丈夫です。はい、ペタッとつけて大丈夫です。あ、いいな美味しそう。マイルドだ。餃子の味を邪魔することがないと。そうですよね、思います。肉と野菜のバランスが絶妙なジューシーな新生の餃子とうまくマッチ。それぞれのお店が提供する餃子は変えられない、何か統一した名物が欲しいと生み出されたのがこの餃子味噌だったんです。なるほどね、味噌やトマトやっていうようなことで、実はスタートはその日本柱で、
開発を始めたんですけれども、はい、ブームで終わらせたくないねということで、うん、日本人に昔からあの親しみのある味噌というところに絞って開発を。ピリッとした感じもあるんですけど、これって生姜とかですか？まあ、生姜とラー油っていうところだとは思うんですけども、餃子の中に生姜っていうのもまたちょっと新しい感じがしますね。あ、そうでもない感じですか？そうでもないと思います。あ、そうなんですね、はい、あのニンニク強めか生姜強めかっていうところで。恥ずかしかったです。間違えた感じね。で、生姜は珍しくなかったということで、うん、餃子に合う美味しいメニューも他にもあります。はい、新生の餃子ぜひ食べに来てください。お待ちしてます。はい、いかがでしたか？なるほどね。いやー、もう人が食べてるの見てると餃子大好き人間としてもたまんないよね。で、食べたーいと、そう願うとね、願うと目の前に現れるんですよ、このスタジオ。すげーよ。かもしれないですね。おいしそう。そしてこっちがね、餃子味噌、ほら、はい、とろーっとした感じね、うん、これは黄金比でもあのなってます。合わせてるものですね、はい、早速いただきましょうか。つけて食べてみてください。 いい香りしてますよ、ね、ね、ね、ごめんなさいね。いいえ、私たくさん食べたので。わー、でも美味しそう。もうこの色形も餃子何物でもないね、これね。たっぷりつけていただきます。あ、本当だ、すごい。結構絡むんですよ。絡むよね、うん、だからいいかもね、うん。いい香り。おいしい。おいしい。おいしい。すごい濃厚なの、うん。鼻から抜ける味噌の香りがたまんない。本当だ。おいしい。でもね、餃子もちゃんと負けてないから。うん、そうなんですよ。餃子を殺さないタレのこのうまさ。あ、本当ですね。いや、いい脇役だよこれ。さあ、そしてですね、家庭でもできるおいしい餃子の焼き方を三上さんに伺いました。お水が沸騰して約2分。で、お水がなくしてからですね、油を引いて約2分強火で仕上げるのがポイントになると思います。なるほどね、カリッといきたいですよね。そうですよ ね、 ね、うん、そして、はい、餃子舗の会では川崎市内で皮から作る餃子教室を開催しているそうです。あ、いいですね。自分でうまく作れたら最高ですよね、うんうん、そうですよね。それこそ餃子パーティーとかやりたいですよね。あ、やりたい、やりたい。餃子だけしか食べさせません、今日は。という日はあってもいいと思います、僕は。さあさあさあ、まだまだ続きますよ。三上副会長おすすめのお店をご紹介します、はい。訪れたのが40年以上続く幸区の中華料理店六流。こちらの自慢の餃子が登場です。なんかぽってりしてますね、はい、ブリブリ。この餃子かなり大きいですよね。はい、まあ、昔からだいたいこの大きさでやってましてね、はい、まあ、皆さんに、ね、安くてたくさん食べてもらうために、ボリュームよく、うん、うん、皮ももちもちですね。ありがとうございます、うん、結構お肉もジューシーです。すごいたっぷり入ってる、うん、大ぶりな六流の焼き餃子、豚肉やキャベツが入った餃子はニンニクではなく生姜でさっぱりとした味わいになっています。なるほど、生姜ベースなのね、うん、餃子作ってるんですか？そうです。もうそれがもう毎日の、毎日の、はい、私の仕事です、はい、そうなんですね、はい。創業当時から変わらないご主人のこだわりが詰まった餃子は絶品。そして嬉しいことにニンニク餃子もあるというのではありませんか。あ、やっぱりニンニクも抑えておいてほしい、うん、私ニンニク大好きなんですよ。そうですか。かなりニンニク効いてますね、こっちは。そうです、うん、はい、あの中途半端じゃないです。美味しいです。本当にニンニクのパンチがすごい効いてます、はい。川崎の味噌餃子の味噌を使った焼きそばでございます。どうぞ。なるほど、お味を見てください。すごい。なんと川崎餃子味噌を使った焼きそばが六流さんでは大人気なんです。量多いですね。ボリューム満点です。鰹節もすごいたっぷりですね、はい、お野菜もいっぱい。あの美味しいお味噌使ってるんでしょう。そうなんです、うん、食べたい。マイルドですね。ありがとうございます。滑らか。いや、この餃子飯、焼きそばにも合いますね。そうなんですね、人気があるんですよ、これ。うわうわ、この音と色、もう香ばしさ伝わってきます ね、 ね。餃子味噌は餃子だけでなく、さまざまな料理に使うことができるんです。なんかお酒も進みそうな味になってますね。本当ですね、うん、よくご存知ですね。ちょっとね、味濃いめだから、はい、お酒も合いそうですよね。
六龍さんのお料理食べに来てください。お待ちしております。どうぞよろしく。おいしい餃子食べるぞ。おお、ということで今回やってきたのはこちら、中華料理天龍さんです。では早速行ってみましょう。お腹もいっぱいになってきたけど、せーの、ラブ川崎。さあこちらが天龍さんの水餃子です。すごい、もうもちもち感が伝わってきますね。餃子といえば水餃子という方も多いはず、はい、やはりここは餃子味噌でいただくことに、はい、うん、やっぱり餃子といえばこの餃子味噌ですよね。そうですね、はい、いただきます。すごいプリプリ、あ、そうそう、うん、皮がすごいもちもちしてる、はい、またこのタレとすごくさっぱりと合いますね。あ、ありがとうございます、うん、水餃子にも合う餃子味噌はまさに優れもの。ここでお店おすすめの一品が登場です。それが焼き餃子です。餃子、ね、はい、特に薄く作ってんですね、焼き餃子の、はい、お野菜たっぷり。そうなんです、うん、ニラと白菜を特に使ってお肉は、ね、お肉の割合が結構少ないですよね、はい、そうなんですね。私これすごい好きです。ありがとうございます、うんうん、この日私が1日に食べた餃子の数は15個でした。なかなか食べましたね。なかなか食べましたね。それプラスだって焼きそばとかね。そうなんです、結構ボリューム満点で、すごい、うん、美味しかったでしょ、どこも。いや、本当にどこも美味しかったですよ、ね、やっぱりあの餃子味噌がいいんでしょうね。合うんですよ、本当に絡むんですよ、しっかりと。さあそしてですね、うん、今回は餃子味噌を使った料理をご用意しました。こちらですね、はい、お豆腐と、こちらは、ね、チャーハンですね、はい、にも餃子味噌使えるってことですか、うん、そうですね、このチャーハンはどなたがお作りになられたんですか。これ私ではないんですよ、ですね、はい、フロアディレクターの柏倉くんですね、はい、大丈夫か。ちょっと首を下げてうーんってなってますけど、俺はあの焼きそばが出てくるのかなと思ってたんですよ。あれ食べてみたいと思ったの。ぜひ柏倉君召し上がってください。ちょっとね、でもいい香りはしてますよ、うん、普段料理はしますか。しないです。しないみたいです。でもあの味噌ですから、うん、そうですそうです、何でも美味しく化けるんでしょ、これはね、絡んでるはずです。いただきます。あ、美味しそうです。でも色ほら、うん、香ばしい香りしますね。あ、うん、美味しいですか。よかった、うん、美味しい、うん、あ、これは餃子味噌が美味しいからですね、うんうん、さあそしてですね、ここでビッグなお知らせです、うん、全国餃子サミット&餃子祭りが9月になんと川崎で開催されます、うん、おー、これはお腹空かしてみたいね。餃子店が一堂に川崎に集結しますから、うん、これ味噌持って行っていいのかな。これダメだ、ね、それダメだね、それやめよう。はい、マヤボーありがとうございました。ありがとうございました。さあ続いてはプレゼントです。マヤボーお願いします。はい、今回は川崎餃子舗の会から川崎餃子味噌を5人の方にプレゼントします。いや、俺が欲しい。ご希望の方は3月4日土曜日までにご覧の宛先までご応募ください。メールでも受け付けています。たくさんのご応募お待ちしております。はい、さて来週のラブ川崎は、はい、勝手にランキングハッピーセブン宮前区編をお送りします、うん、はい、ということで、はい、今日は餃子をたくさんいただいて、そうですね、皆さんもう餃子食べたいでしょう。この後すぐお出かけしてください。お昼は餃子です、ね、夜も餃子できますから、ね、もう最高、俺食べたい。ラブ川崎また来週です。